ハロー、皆さん。シキントーと早安健康、おはよう健康のチャンネルの皆さん、はじめまして、アンジェリーナです。私はもうこの美容産業は25年以上経験があったので、今日は何か話したいとか、ウイルス時代後は皆さんマスク外して、どうやってただ一日一元かかって、そして自分は女優より女優みたいになりませんか？では、さっき言われたあの少女の旗、一緒に体現しましょう。まずは、この手を使って、一番最初はこの決意のところ、このズボンのところは、一緒にやります。清潔です。清潔はこのところの関節のところをやります。じゃあこの5つのところもやり終わって、次は深毛なところをやります。次は、さっき言われたの、極地です。じゃあ次は比重いきます。ちょっと緩める欲しいからちょっとローションを使います。次は液化したのリンパのところをやります。方向性は自分の心臓の方向をやります。自分でやるときともすごく便利なので、ここに、私顔触らなくても顔の変化は出てきます。約20回くらいです。ではこの5つの場所は、やるとき、多分3分くらい、5分くらい感染できるだと思います。では今も、多分、5分は経ってないだと思いますけど、でももう感染しました。感染した後、皆さんできれば、実は私、お客さんの顔は全然触ってなかったけど、結構左右の顔は変わるので、じゃあ一緒に見ましょう。できれば、こういう、そう、こういう動くやりたいです。10回後ろ、深呼吸して吐く。もう10回かな。OK。逆。8。あと2回。2 times。もっと少女の感じも戻りましたじゃない？以上は皆さん自分家でも練習できるので、そんなにお金かかんないとも効率なるの方法。では、実は今回、早安健康、おはよう健康と、このシキントーと一緒に組みまして、この、マッサージの棒は作りました。基本的は3つな、設計するときすごく使いやすいので、ここはズボンのところ使える。ここは基本的、持つときは、スプレーないようにすごくしやすい。ここの設計は、もし刺激し、真ん中程度したいなら、ここでやります。じゃ、やるときは、これ、皆さん今回、もし、これ申し込みするなら、これはギフトしてくれます。やるときは、ここから、ここの経絡、皆さん参考できるように、ズボンも合わせて、経絡、アナトミーの考え方も考えてほしいです。ではまたよろしくお願いします。わからないのところがあったら、ちょっとご質問を提出してください。